日本人離れしたプロポーションで男性も女性も魅了するカラスマセツさん。女優としても多くの映画に出演し、年をとっても魅力的な方ですよね。今回はそんなカラスマセツさんの経歴や結婚、離婚、現在の活動などについて紹介します。カラスマセツさんは1955年2月3日生まれ。 滋賀県出身です。彼女の芸能界デビューは1979年に第6代目のクラリオンガールに選出されたことがきっかけでした。このクラリオンガールというのはカメラオーディオメーカーのクラリオンのキャンペーンガールのことで人気芸能人の登竜門としても知られています。カラスマさんの他にも11代目には宮崎マスミさん。 14代目には蓮舫さん、21代目には原千明さんなど有名になった方がクラリオンガールに選ばれているようです。2006年にクラリオンが日立製作所に買収されるまで合計31名のクラリオンガールが選出されました。当時このグランプリは水着審査もあったようですが、 日本人離れしたカラスマさんのプロポーションは多くの人々を魅了。デビュー直後のポスターでもセミヌードを披露しかなり話題となったようで、ポスターが盗まれる事件もあったほどの人気だったようです。また、ファッション誌研究の川本恵子さんはカラスマさんについて裸が最高、ファッションなんて必要ない。 あのヌード以上に魅力的な衣装なんてないと話したそうで、専門家をうならせるほど本当に魅力的なプロポーションだったことが伺えます。芸能界デビューの翌年である1980年には映画会長音で女優デビューをしています。続いてカラスマさんの結婚歴やお相手について紹介していきます。 実はカラスマさんは二度結婚をしています。一回目は1982年で、お相手は彼女の所属事務所の社長兼映画プロデューサー、田中十一さん。二人は1981年、カラスマさん出演の映画、駅、ステーションで知り合い、お互いに惹かれ合ったそう。しかし問題なのは、 田中さんが最子持ちだったことです。田中さんは当時48歳で女優の沢井恵子さんと結婚していましたが、離婚し21歳年下のカラスマさんと再婚。沢井さんはカラスマさんの先輩だったにもかかわらず、先輩から旦那を奪ったという形になってしまいました。1983年に長女。 1990年に次女が生まれ、幸せに暮らしていたように見えましたが、2001年には離婚を発表。理由は田中さんの借金でした。田中さんは田中プロモーションという独自の事務所を設立していましたが、1983年に成績不振による負債を抱え、田中プロモーション内の分裂を招いて倒産。 7億5千万円の借金ができたそうです。これが引き金となり、離婚に至ったと言われており、その後、カラスマさんは、1億2千万円の借金を背負いながら、二人の子供を育てる日々が続いたそうです。二回目の結婚は、かなり月日が経った、2014年6月。59歳の時で、お相手は、2歳年下の、 大手レコード会社のディレクターでした。共通の知人を通じて知り合い、カラオケやお酒など、共通の趣味を持っていたことで、仲が深まったそう。再び結婚することに迷いがあったカラスマさんでしたが、二人の娘たちからの勧めもあり、再婚を決断。お互い50歳を超えた熟年で再婚同士だったようです。 カラスマさんの再婚に関して、再婚も不倫の末の略奪婚だった、との情報もありましたが、明確な根拠はないそうです。結婚は2回とも芸能人ではない方でしたが、カラスマさんと交際の噂があったアーティストがいました。それは浜田翔吾さんです。浜田さんはカラスマさんより3つ年上で、 1981年頃には、彼女への楽曲、ロックンロールドールやバラードの作詞作曲を手掛けたこともありました。その後のラジオ番組では、カラスマさんが浜田さんをゲストとして招き、仲むつまじい様子を見せたことから、楽曲提供がきっかけで交際が始まったのではないかと噂されていました。しかし、彼女が結婚した相手は、 違う方だったため、衝撃を受けた方もいるかもしれませんね。また、カラスマさんを語る上で、古立一郎さんとの不仲エピソードは欠かせません。これを知ると、カラスマさんはあまりバラエティ番組に出ていない理由が見えてきます。きっかけは、古立一郎さんが司会を務める、おしゃれサーティーズサーティーという番組に、 カラスマさんがゲスト出演したとき、まだデビュー間もない頃の出演だったため、あまり喋れなかったところ、古立さんが本当に緊張してますね、と話を振ると、チッと下打ちをし、すみませんね、と挑発する様子を見せたそうです。きっと古立さんは優しさで話を振ったのだと思いますが、この返答は心が折れそうですね。 これを機に古立さんは激怒し、ふてくされているように見えるんですけど、来たからには喋ってください。トークショーですよ。と強く言い、カラスマさんは古立さんを怒らせた人物だと世間でも話題になりました。この時、そっけない態度をとり、古立さんを激怒させたことから、トーク番組やバラエティ番組への出演を控えているようです。 その後、2018年放送の日本テレビ系行列のできる法律相談所に古立さんが出演し、当時のエピソードを明かしました。その際、カラスマさんが VTR 出演し、超生意気だね。ものすごい反省しています。古立さんごめんなさい。映画の番宣で出てんだけど、本当に言葉が出てこなくて、と、 自身の思いを告白。しかしこれがまた言い訳だと世間から叩かれ炎上してしまいました。テレビでは言葉が出てこなかったためうまくいきませんでしたが、ラジオは自分らしさを出すことができ好きだったそうです。誰にでも向き不向きはあるということを改めて感じました。現在カラスマさんは、 どのように活躍しているのでしょうか。2019年には NHK の連続テレビ小説のスカーレットで朝ドラ初出演を果たし話題になったことが記憶に新しいですね。この作品はカラスマさんの生まれ育った滋賀県大津市を舞台にしているため、出演が決まった時は嬉しかったのではないでしょうか。ヒロインの作品を求めて、 工房に訪れる品のある女性を演じました。また最近では映画へ数多く出演しています。2020年には現在地はイズクナリア、映画監督東洋一や横須賀北斗に。2021年には明日の食卓に出演をし、ドラマというより映画の方面で活躍しています。 演技派女優としても再注目されているカラスマさん。これからの活躍も期待しております。最後までご視聴いただきありがとうございました。